ですね、これからちょっとまずテーマ選びをちょっとさせていただきたいんですけれども、ゲストの小田さんからちょっとまずテーマを。今からかそう。まず、じゃあこれにします。漫画。漫画。ありがとうございます。はい、漫画。漫画。私が先行。先行で一応先輩から行った方がいいな。では、あれと漫画で行くんですか。はい。あ、もうそれは決まってる。はい、漫画対決です。漫画対決。漫画対決。うわ。はい。天才バカボンと出ました。はい。天才バカボンで、はい。では、では私が先行で引く。はい。はい。では天才バカボン寺田心くんでお願いいたします。天才バカボンは何といっても赤坂不二夫さんの西から上がったお日様東へ進むそれでいいなの全面肯定哲学的な問い、これにグッとくるわけですけども、あのバカボンのパパが哲学的なことを言うときに心くんと背丈が似てますよ。小柄ですからね。僕はそれね、子供と大人の違いっていうだけであって、でもね、そこにはやっぱり疑惑っていうものが必ず絡んでくるんです。いくら天才の赤塚不二夫さんだ、子役で素晴らしい心くんだってね、どっかでいろんな知恵がなかったらダメなんです。ただね、バカボンのパパとバカボン自体と心くんも全部強調してるのは色香色気があるということなんです。人気が出るとか嫌いだ好きだってのは全部色気につながっていきますからね。そういうキャラクターを自ら作る、あるいは漫画のキャラクターを作っていくというところに発明心そして才能というものがぐっと芽生えてくるわけで、これなくては作品はできない。私はね、漫画だっていろんな世代によっても違いはあるだろうけど、それぞれの漫画に対するオマージュを持って、そして日本の大変な文化だっていうことを世界に今発信されてるってことが嬉しくてしょうがない。あっさり終わりますよ。なんやねん。もうそれだけでドキマキしました。だからちょっとごまかしたんですね。いやだから無敵ってことですよ。だからいやそんなことない。だからそういうことなんですよ。今は僕らもちろん何も思ってない。そんなことはそれをだから一ミリも出さへん。何が来てもだから出さへんってことですよね。そこで動揺してうんっていうのがないってことですよね。では小田さんの挑戦、漫画で。漫画で、はい。おアンパンマン。アンパンマンで。これは大体わかる。アンパンマンで。では、はい、アンパンマン置いていただいて。アンパンマン置いて。はい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 。映像化不可能あ、はい。アンパンマンで映像化不可能でよろしいですか、はい、ではカード置いていただいて、はい。はい。では、アンパンマンで映像化不可能でお願いいたします。まあ、もともと絵本から、ね、始まった、アンパンマンですけども、大人気、アニメですけども、映画、ね、映像化にするのは不可能な、気がしますね。空飛んだりあの首が、ね、でかったりしますから、難しいんじゃないかなと思いますけれどもね、アンパンマンの、ねね、顔が、ね、あのかじられますよね。泣いたな子供の頃ね、ちょっと怖いからね、やっぱりね、うん、子供には怖いんだなと、ね、強いて言えば、ね、ご飯券出すのはどうなのかというところはどうし、ね、天丼マンがね、パンにとどめておいてくれよっていうのが正直な話ですけどね、まあそう言いつつ、ね、ヒーローが自分を身を、ね、削ってご飯を与えるというのは、発明だと、思います。ヒーローとしてはまっ白になって出てきた言葉しか言ってないんだから。いやでもご飯系なんやって異議を申したんですよパン尽くしなはずじゃねえのかと。じゃあ分かんない、その思ってないですけど、ちょっと今真っ白になってなんか言うとこ、真っ白になった時にその感性が出るんですよ。だったらここでレギュラーになってもらってお互いに盗み合いに笑い合うから死ぬわ3ヶ月で死ぬわ やれるとこまでやりましょうよ。死ぬかハゲるわ。今ので見えた小田さんのこのロワイヤルね、見えたね。見えないよ。そんな俺余裕持って言ってる場合じゃない。何の試合。うわ
ね、これあまりにも世代なだけに、ね、世代引っ張るもあったんですよね。そういや、そのこういうのが逆に難しいんでな、ギャギャ言い出してな。はい。うわはい。はい、たまに傷。たまに傷。はい、ではサザエさん、たまに傷でお願いします。まあ私はね、実写のサザエさん、ドラマのね、川崎慶三さんとかエリーチームさん、そこからも始まってますからね。もちろん長谷川町子さんの漫画もありますけど、たまに傷はですね、あのやっぱり乾燥系のね、海産物が出てこないんですね。全部生きたものだったりするから、カツオ、節が出てこないっていうのはたまに傷だと思ってるんですけど、やっぱりあの桜新町世田谷のね、素晴らしい通りに銅像がいっぱい立ってるように、今世紀最大の日本が生んだ漫画の一角を占めてる、これは間違いないわけです。たださっきも言いましたね、弱点というものは必ず、弱点というものが威力につながっていいっていうんだけど、やっぱりああいう中流家庭の典型の一家団らんで婿養子がいるなんていうのは今の時代に即さないっていうこともちょっとあるわけですね。それがいろいろサザエさん一家の謎とか言われたりする。やっぱりあのサザエさん一家の謎っていうのは衝撃的に出てきた時に、私はこういうものはね、いち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 やんなくて夢のまんまファンタジーでいいやと思ったり、やっぱり嬉しいなとか思ったりもするんですよ。こうやって暴いてもらうことに、そういういやらしさもあります。そういった意味では、せいだかあせろんで意地悪な目線で見ようっていうところも、あのサザエさんの作品の中にも若い頃の俺に似てるね、いやらしさがありましてね、皮肉屋のね、言ってみれば意地悪ばあさんにもつながるわけです。同じ作者ですから。以上、和製ですごいわこれ。はい、なんだ人間として絶対普通の人は出るえーとかが出ないんですか。あ、これはね、ちょっと自慢、それが異常なんですよ。あ、そう、自慢するとね、あのこれはもう癖で、だいぶ前にあの篠介さんにね、話し家の篠介さん同い年で対談した時言われたんだけど、落語の味として、でこの間歩いてる、これは味としてやると。かといって、なんであんたはえーとかそいでとかあーとかそれからあーとかないんだって言われた。はいはいはい、ほんまに思います。はい、自分としてはもう染みついた癖です。癖です。それで言われてもちょっと調べてください、ほんまに人間かどうか。そのほんまにお医者さんにちょっと見てもらってください。これはちょっと異常ですよ。漫画最後、漫画最後、最後、はい。わあ、エヴァンゲリオン。あんま知らん。あんま知らん。はい。けどこじつけやこれは。はい。はい。ああ、あんま知らんな。はい。あ、強烈。お。お。入りやすいこれは。はい。ではエヴァンゲリオン強烈で1分お願いします。本当にね、ロボット系のアニメとしては強烈なインパクトを持って世の中に、出てきたエヴァンゲリオンですけれども、ね、ガンダムのね、オマージュというね、ことを言う方かも おられるかもしれないですけど、全く違いましてね、ガンダムとはコンセプトが、正義がわからないというのがね、このエヴァンゲリオンの、最大の、魅力じゃないですかね。向こう側から見た視点を、正義と捉える方もいますけれども、あなた次第というね、感じですよね、その辺はね。どうなるのか、ね、未来の話なんかな、未来の大島渚さんを描いた、そうですね、あの1号機のモデルが大島渚さんですよね、あれ完全に紫のやつ、まあ意外でしょうけど、そういう話があったりなかったりね、しますけど、電話じゃ今電話じゃ今あかんやばいあかん。でもあの大島渚さんの時は良かったですね。良くない何がええですか、何がええの。あの大島渚さんって言った後に考えてるまで、そうですねって同意を求めたんですよ、自分にも他者にも。いや、もちろん、はい、ああいう味なんですよね。さっきの落語のって言った時に聞いてる方が想像する。じゃあそれは、落語家の方がわざとやるんでしょ、うん、そういうふうに。僕はわざとじゃないですからね。いや、だから余計いいですよね、狙いじゃないから。狙いじゃないですよ、だからいつ出るかわかんないですよ。だから、いや、いいでしょ。だって俺みたいに呪術なぎで出せばいいってもんじゃない、それ人間的じゃないじゃないですか。さっきこいつ人間かって言ったじゃないですか。はいはい、あれそんな言い方してないですけど。いや、俺傷ついたもんって。すいません。いや、すいません。いや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 、確かにそういうとこあるなと思ったから、言葉の方によく。ああ、いやいや。おお。